ヘルマン・エアハルトは、ドイツ帝国海軍軍人。バイマル共和政初期に、ドイツ義勇軍、エアハルト海兵旅団の指揮官として活動し、カップ一揆の首謀者の一人となったことで知られている。1881年に、バーデン大公国ディアスブルクの牧師の家庭に生まれる。高校生の時、担任に暴力を振るう同級生を殴ったため、高校を中退し、1899年に、 士官候補生として、ドイツ帝国海軍に入隊する。1904年に中尉に任官して、ドイツ領南西アフリカに赴任し、ルートビヒホンエストルフの指揮下でヘレロ、ナマクア虐殺に関与した。1914年に第一次世界大戦が、勃発した直後に魚雷帝招待指揮官に任命される。1916年5月のユトランド沖海戦では、 第17魚雷帝小隊を指揮するが、戦闘中に上官 SMSV-27 を撃沈される。同年10月にフランドルに移動となり、北海やドーバー海峡での作戦に従事し、1917年9月に、少佐に昇進する。翌10月に、第9魚雷帝小隊指揮官に任命され、敗戦まで指揮した。敗戦後は、スカパフローに抑留された後、 乗組委員と共にビルヘルムスハーフェン行きの輸送船に乗船した。エアハルト海兵旅団1919 19年1月27日にビルヘルムスハーフェンに到着したエアハルトは、同地がベルンハルト君んとがオルデンブルクで設立したレーテ共和国によって支配されていることを知る。エアハルトは、福音兵300人を集め、 同日夜に、レーテ共和国の兵士1000人が駐留する感謝を襲撃した。襲撃は失敗に終わったが、エアハルトはこれを機に武装組織の結成を計画する。2月17日、エアハルトは、反共武装組織、エアハルト海兵旅団を結成した。エアハルト海兵旅団は、榴弾砲などの重武装を施し、1500人の兵力を有していた。エアハルトは、 軍事協連を終えた後、4月に、ゲオルクルートビヒルドルフメルカーの指揮下に入り、ブラウンシュバイク11月革命の鎮圧に参加した。ドイツ義勇軍は11月には、ブラウンシュバイクを制圧するが、レーテ指導者の捕獲に失敗した。4月30日には、国防大臣グスタフの助の指示で、各義勇軍と共同で、バイエルンレーテ共和国鎮圧に参加し、5月2日に、 ミュンヘンを制圧した。バイエルンでい共和国法会後の6月には、シレジア法規の鎮圧にも参加した。この時点で、エアハルト海兵旅団の兵力は4000人に拡大していた。1919年末から1920年にかけて、ベルリンで軍事協連に勤しむ一方、政治活動にも参加していた。カップ一期参加時1920年3月13日。 エアハルトは、元ベルリン地区司令官、バルタンフホンリ・トビッツの指揮で、カップ一家を引き起こし、ベルリンを占拠した。大統領フリードリヒ・エーベルトは、シュトットガルトに脱出し、一機の首謀者、ボルフガング・カップが首相となり、臨時政府を樹立した。しかし、4日後に、エーベルトの指示で、ゼネストが開始され、カップ政権は崩壊。エアハルト海兵旅団も5月31日に、 解体に追い込まれ、エアハルトは9月10日に海軍から除隊させられた。ベルリン中央政府は、エアハルトの逮捕状を請求したが、彼は、グスタフ・フォン・カールが統治するバイエルン・シューミュンヘンに逃亡していた。カップ1記事のエアハルト解体された、エアハルト海兵旅団のメンバーは、バイマル共和国軍に編入されたが、エアハルトら一部のメンバーは1920年秋に、 コンスルを結成した。コンスルは、マテアス・エルツベルガー、バルター・ラーテナウラの暗殺や、フィリップ・シャイデマン暗殺未遂を起こし、エアハルトは、エルツベルガー暗殺後に、ハンガリー王国に逃亡した。エアハルトの逃亡中、オットー・ピッティンガーが、バイエルン州の右翼団体の統合を目論みコンスルと、接触した。ハンガリーから帰国したエアハルトは、 統合に合意するが、彼は1922年11月に逮捕された。エアハルトは週刊中の自身の代理として、エヴァーハルト・カウター中尉を指揮官代理に任命し、右翼団体の統合を指示した。カウターは、エアハルトの指示に従い、1923年5月2日に、ドイツ全土に1万人のメンバーを抱える、ビーキング同盟を結成した。 1923年7月にエアハルトは刑務所から脱走してスイスに逃亡した後9月29日にミュンヘンに戻った11月8日にはナチ党のアドルフ・ヒトラーと元ドイツ帝国陸軍参謀次長エイリ・ヒルーデンドルフがミュンヘン一騎を起こすがエアハルトは協力を拒否している彼は早い時期からナチ党と接触しており 突撃隊の指揮官として勧誘されていたが、バカが何を望んでいるんだと一周し相手にしなかったが、最終的にエルンストレームの説得を受けて、コンソルのハンスールリーヒクリンチヒトアルフレートホフマンを推薦した。しかし、エアハルトは2ヶ月後に推薦を撤回している。エアハルト家の墓見運変一気には失敗したものの、ヒトラーとナチ党は勢力を拡大していき、逆に、 エアハルトの右翼勢力における影響力は低下した。1924年4月に再び逮捕されそうになったエアハルトはオーストリアに逃亡し、1926年10月にパウル・ホン・ヒンデンブルク大統領からの恩赦を受けて帰国した。この間、指導者を変えたビーキング同盟は弱体化して1928年4月27日に解散し、 メンバーの大半は、ナチ党や鉄カブト団、前線兵士同盟に加入した。1931年にハルトムートプラースラン・ナチ、反共のメンバー2000人を集め、ゲフォルクシャフトを結成した。エアハルトは、ナチ党の大衆扇動を批判し、ナチスサハの夫シュトラッサーと関係を築くなどして、ヒトラーに対抗した。1933年に、クレーズンの不動産、 クレーズン館を購入し、自身の隠れ家とした。同年6月28日に、新英隊は、クレーズン館で開くパーティーに集まったメンバーを、兵力として党に敵対しようとしていると、新英隊本部に報告している。1934年に長いナイフの夜が発生した、際、エアハルトは、ナチ党の粛清リストに、名前が挙げられていたが、クレーズン館の側にある森に脱走して、 親衛隊から逃れ、そのまま、スイスに亡命した。1936年に、オーストリアのクレムス・アンデアドナウに家族と共に移住し、1937年には、クレーズンの不動産を売却した。以後、エアハルトは、政治活動から身を引き農民として、余生を過ごし、1971年に、ニーダー・エース・ターライヒ・シューブルナム・バルデで死去した。 1927年8月13日に、ホーエンドウエ家のマルガレーテ・ヴィクトリア、法遠道へエリンゲンとノイル・ピーンで結婚し、長女マリー・エリーザベトと、長男・ヘルマン・ゲオルクを設けた。エアハルト夫妻の遺体は、リヒテナウィン・バルト・フィアテルに埋葬されている。ありがとうございます。